入ってる。入ってます。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日は甲子園口駅前商店街の、お好み焼き屋さん、一心豚之助さんにお邪魔しております。よろしくお願いします。お願いします。店長の皆川店長に今日は、はい、話を聞きたいと思います。はい、早速なんですが、一心豚之助さんということなんですが、まずお店の名前の由来お聞きしてもよろしいですか？いいですよ。ちょっと。いろいろあって、はい、まず名前を決めるときに、はい、やっぱり心っていう字を入れたかったんですよ。で、どういうのがいいかなっていうのを考えてるときに、はい、前のお店で働いてる時の、常連さんがいるんですけど、はい、僕ともう一人スタッフがいるんですけど、はい、その2人をちょっと可愛がってくれる人がいて、で前の店を辞めるときに、はい、多分あなたたちにはうん、ファンがいっぱいいるやろうと、あ、なんかそういう人たちを集めて、はい、送別会とか、はい、なんかこう惜しむ会をしたいなっていう話をしてくださって、はい、でなんかもう結構盛り上がる人があって、はい、その会を一心会にしたいと、へ、名前まで決まって一心会っていう会が、そうですね、そういう会にしたいっていうことで、なんかまあそう、はい、結局実現はしなかったんですけど、あ、そうですね、で僕のその心っていう字と一心っていうのはすごい重なって、はい、で一心だけじゃちょっとつまらないしと思っていろいろ考えている時に一心助けっていう、はい、昔の、まあ、架空の人物とか言われてるんですけど、忠誠心の強い、そうですね、その人をちょっと調べたら、はい、義理人情に厚かった人だというところで、まあ、そこでマッチして、うんうん、一心豚の一心助けと一心と重なってるし、はい、助けじゃちょっとインパクトがないし、うんうん、お好み焼き屋さんは豚が、あ、そうですね、豚ですね、でその豚を入れて一心豚の助けっていう名前になったんです。じゃあ以前も別でお好み焼き屋さんをされていて、一応2店舗で勉強させてもらって、はい、で一応10年ぐらいですかね、やらさせてもらって、ね、で自分でオープンという形、うん、こちらは2013年から、そうですね、もう今やっと3年半ぐらい経ちました。こちらはもともと住まれていたとか、まあ、全然違います、僕は茨城県です。え、茨城市じゃなくて県ですか？市じゃなくて県なんで。そうなんですね、流れて、いつからこちらに？そうです、もう15年ぐらい前にこっちに来て、それからもうなんか住みやすくて、はい、こっちでちょっと骨を埋めようかなと。なぜまたお好み焼き屋さんに？それ関西に行った時に、関西のイメージですよね。もともとね、やっぱ手に職つけたいなと思って、はい、まあいろいろやってたんですけど、まあその中でやっぱ飲食って面白いなと。で関西ですね。人とのね、触れ合いも。で僕も小さい頃からお好み焼き屋がとか粉もんが好きだったので、でやっぱりこっちで食べたらね。全然違うので、あ、ね、もうそういう道でちょっとやらせてもらおうかなと思って飛び込んだことから始まったんです。そしてメニューなんですけれども、このね、ボタンのマークもちゃんと入っていて可愛いんですけれども、このメニューの量がすごくないですか？これ何種類とか、もうたくさんとした利用が、もともと少なかったのは少なかったんですけど、はい、やっぱお客さんの要望で、なんかもうもっともっとこんなのを増やしてっていうのをちょっとずつ入れてったら、3年のうちにだいぶ多くなっても大変になってます。だってこのね、お好み焼きだけでこの縦一列あって、焼きそばとか焼きうどんとかもね、種類がたくさんあるんですけれども、これね、大阪風と広島風ってどう違うんですか？大阪焼き、関西焼きと広島の焼き方があるんですけど、はい、大阪はやっぱりね、具材を混ぜて焼くタイプと、はい、私そのタイプしか食べたことがないです。で広島焼きは重ね焼きですね、キャベツともやしと、別々とで卵で最後閉じるような、あ、じゃあどちらでも作ってくださるんですか？そうですね、茹でもらえればちょっと違うんで。あ、そうなんですね。人気メニューとかってありますか？人気はやっぱりね、お好み焼きはやっぱり豚が一番
ボタンは一体ですね。出ますね。あとはもうちょっと筋コンはちょっとうちで煮込んでるんで。あ、そうなんですか。あのそれもおすすめですね。うんうん、筋コン。やっぱ女性にはね、もちチーズっていうのはよく出ます。あ、もちチーズはもう、そうですね、女性だったらみんな好きなんじゃないかなと思います。あとはね、この当て系が多いんで、あ、そうですね。あのお酒飲む方には、うん、あ、まあまあ、そうか、こちら全部当て系ですね。なので、割と飽きないで食べて飲んで、うんうんうん、楽しめるんじゃないかなと思ってます。はい、これランチとかもやってるんですよね。やってます、やってます。ランチが、11時から1、はい、そうですね、1時半の11時から1時半がラストオーダーで、はい、2時までっていう形でやらせてもらってます。夜が、5時から、そうですね、5時から11時まで。そうですね、10時半がラストオーダーの11時までで、はい。お店の定休日とかは、は月曜日が一応お休みになってますね。あ、なるほど。で、あの月曜日が祝日でも完全に休んじゃうんで、あ、もうじゃあもう、でも分かりやすくていいです ですね。月曜日だけ休みということで、はい、でこの鉄板がね、テーブル、各テーブルにちょっとね、今お見せできないんですけど、ここにテーブルに鉄板がついているんですけども、やはりこうや熱々を食べていただけるということで、あの全部あの向こうの鉄板で作って、はい、で、ね、キッチンの方にね、大きい鉄板があるんですが、で、あのこちらで食べてもらうような形になります。ここじゃあ焼いてきていただいて、ここで熱々でいただけるんですね。割とテーブルも広めにしてるんで、そうですね、結構ご家族の方が来ていただいて喜んでもらってます、うんうん、あ、お子様とかもちょっとテンション上がりますよ ですね。なかなか家でできないし、美味しいし、関西の人はね、やっぱりお家でもやられるんでね。あ、でも家だとやっぱりこう火力というか、ホットプレートとかフライパンになっちゃうので全然違うんじゃないですか。ですね、なんかあのお客さんはそういうふうに言ってくれるんで、うんうん、やっぱりね、お家で食べれないようなものとか味とかを、ね、はい、求めてきてくださってるんで、はい、ね、本当に皆さんに支えられてまだ3年半ですけど やらせてもらってます。でも、ね、愛されてくれた3年間です。本当にありがたいですね。あれですよね、サインとかあとお手紙とかもいただいたりすることがあるっていうふうに、そうですね、ちょこっとレジのところに貼ったりするんですけど、レジ周りにまたね、ちょっと今度お見せしたいなと思うんですけれども、お手紙、ね、いただくって、ね、なかなかやっぱりもう それこそ先ほどのね、義理と人情じゃないですけど、店長さんの人柄とか、いやいや、もう、ね、本当にスタッフに支えられてるんで、いやいやいや、本当に僕なんてね、もう本当にみんなに手伝ってもらってやっとやってますでも本当に素敵だなと思って、で、そしてね、ちょっと最後にというか、今度星口バル&マルシェがこちらで行われるんですが、維新ボタノスケさんも出されるということで、こちらは何を出されるんでしょうか。やっぱり、ね、定番 の大阪風になるんですけど、はい、鮮焼きの方の大阪風の豚が、まあ、一応豚だけ限定なんですけ ど、もし豚が食べれない人はもうイカでも、まあ、対応しますっていうことなんですけど、聞いてくださるんですね、はい、なので大阪風 の豚と、焼きそばの豚ですね、どちらかがワンコインで、はい、食べれます。ワンコインで食べられるってなかなかないですね。ですね、なんかね、大丈夫ですか、まだまだね、皆さんに味を知ってもらうたいので、はい、気軽に来ていただければいいなと思ってます。あ、なるほど。私もちょっとこの日来るので、ぜひ。お前ですか。はい、お前ですか。はい、最後に一言皆さんに、星口の、はい、ちょっと商店街歩かれて皆さんに。まだまだね、本当に未熟なお店でまだまだなんですけども、来てもらったら美味しいお好み焼き、焼きそば、あと鉄板焼きもあるので、まあ、満足してもらえると思ってやってます。なので気軽に来ていただければ、うちの温かいスタッフにね、たくさんいるんで、これから、まあ、ちょっと食べていただいて、愛していただければなと思います。はい、ありがとうございます。もう今日はね、もう店長さんの人柄がもう本当に素敵で、はい、ありがとうございました。はい、今日は上手なんで、いや今日は甲子園口駅前の、徒歩1分ぐらいですかね、はい、の一心豚之助さんに話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。